このコーデは1992から93シーズンにフランスのサッカークラブであるオリンピックマルセイユが行った贈賄行為について記す。この事件はサッカー史上最大のスキャンダルの一つに数えられる。フランスではこのスキャンダルを L、アフェアバ・ OM と呼称している。1992から93シーズンのマルセイユはディビジョンアント UEFA チャンピオンズリーグの双方で優勝争いに加わった。1993年5月20日には US バランシエンヌアンザンとのリーグ戦に1から0で勝利しリーグ最終節を待たずして優勝を事実上確定させ5月26日には UEFA チャンピオンズリーグ決勝で AC ミランに勝利して優勝を決めた。しかし後にバランシエンヌ戦で 八おち行為を行っていたことが明らかとなり、ディビジョン1のタイトルを剥奪されて、ディビジョン2への強制降格処分を受けたほか、スキャンダルに関わったクラブ関係者は、懲役刑、罰金刑やサッカー界からの追放処分などを受けた。UEFA チャンピオンズリーグのタイトルは剥奪されなかったが、優勝クラブとして活動する権利を失った。 マルセイユの1992-93シーズン基本フォーメーション実業家だったベルナール・タピは1986年にマルセイユの会長職につき1991から92シーズンまでディビジョンやに4連覇を達成するなどクラブの黄金期を築き上げたタピは1992年から1993年に フランスはミッテラン内閣の都市問題担当大臣を務めるなど、サッカー界以外でも知名度や人気を博する時代の長寿だった。1992から93シーズンのマルセイユはリーグ戦後連覇を目指し、また、フランスのクラブとして初の UEFA チャンピオンズリーグ優勝も目指していた。マルセイユにはディディエデシャン、クリス・ワドル、ファビアン・バルテズ、ルディフェーラー、 マルセルデサイ、エリック・カントナなどが在籍しており、リーグ戦では、首位でシーズン終盤を迎えたほか、UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグで PFC チェスカ・モスクワに6から0で、対勝するなど、1位となり決勝進出を決めた。問題の試合と告発試合が行われた、ナンジュルセル1993年5月20日の木曜日。 残留争いを演じていた US バランシエンヌアンザンは第37節でリーグ首位のマルセイユをスタッドナンジュルセルに迎えた。この試合に勝利するとマルセイユの優勝が事実上確定しその後の UEFA チャンピオンズリーグ決勝に集中して臨めるため対戦相手が会に低迷するクラブではあったがマルセイユにとっては重要な試合だった。試合はいから0で アウェーのマルセイユが勝利してリーグ優勝を決定付けた。バランシエンヌとマルセイユの試合で笛を吹いたジーンマリエビニエル主身は、ホームチームが受動的であると感じていたことを後に語っている。バランシエンヌ対マルセイユ戦翌日の5月21日、バランシエンヌのジャック・グラスマンが記者会見でマルセイユの八王朝行為を告発し、試合前に、 マルセイユのジャン・ジャック・エイドリから電話を受け、一 UEFA チャンピオンズリーグ決勝を控えた、マルセイユの選手たちに怪我をさせないようで加減すること、にマルセイユの勝利に有利に働く、ようプレーすることを要請されたと、明らかにした。グラスマンは、エイドリの要請を拒否して、ボロ・プリモラツ監督に相談し、公の場での告発を決意。バランシエンヌのチームメイトである、 オルヘブルチャガとクリストフ・ロベールにも、グラスマン同様に電話で800兆の要請を受け、グラスマンとは異なり要請を受諾していたことも明らかにした。なお、この記者会見では、物的証拠は一切示されず、供述証拠のみによる告発だった。大会の経過5月26日の水曜日、ドイツミュンヘンのミュンヘンオリンピアシュタリオンで、 UEFA チャンピオンズリーグ決勝が行われた。グループ A を3勝3分で勝ち上がったマルセイユは、グループ B を6戦全勝で勝ち上がった AC ミランと対戦し、バジール・ボリが試合唯一の得点を挙げて、マルセイユが優勝を決めた。第37節のバランシエンヌ戦で優勝を決定づけたマルセイユは、最終節にも勝利し、パリ・サンジェルマン FC と AS。 モナコを勝ち点4上回って5シーズン連続10回目の優勝を決めた。優勝回数でフランス最多の AS サンティティエンヌと並び、連覇回数ではサンティティエンヌの4連覇を上回ってフランス最多となった。八オチの発覚と処分グラスマンの告発当時のフランス世論はたっぴに同情的な論調だったが、6月にはフランスサッカー連盟のノエル・ルグレット会長が グラスマンの指示を表明し、タピ会長の提訴に踏み切った。エイドリの妻は、夫の犯罪行為を告発し、ロベールの義母の庭から見つかった25万フランの札束が決定だとなった。エイドリは、マルセイユのゼネラルマネージャーである、ジャンピエール・ベルネスの指示で電話をかけたと主張し、ロベールの妻は、ロベール本人ではなく妻がエイドリから金銭を受け取ったと主張した。タピ会長は、 ロベールが経営するレストランの開業資金として25万フランを提供したと主張したが、裁判所はタピ会長が指揮して、八百チ行為が行われたと判断した。欧州サッカー連盟は、マルセイユのビッグイヤーこそ剥奪しなかったが、優勝クラブとして活動する権利を取り上げたため、マルセイユは UEFA スーパーカップとインターコンチネンタルカップの出場資格を失った。 このため、両大会には UEFA チャンピオンズリーグ決勝でマルセイユに敗れた AC ミランが出場している。また UEFA は1993から94シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権を剥奪した。1993年9月22日、フランスサッカー連盟は1992の93シーズンのマルセイユのタイトルを剥奪し、 同シーズンのディビジョン案は優勝クラブなしとなった。1から0でマルセイユが勝利したバランシエンヌ戦は両チーム負けの扱いとなった。1994年4月には1993から94シーズン終了後にマルセイユがディビジョンでに自動降格することが通告された。タピ会長はフランスサッカー連盟に会長資格を取り上げられ、 サッカー界からの追放処分を受けた上、1995年5月15日には、地方裁判所によって、実刑2年の判決を下された。マルセイユ側の人間では、GM のベルネスは、懲役2年と、罰金1万5000フラン、A ・トゥリは、懲役1年と、罰金1万フランの刑罰を受け、バランシエンヌ側の人間では、ブルチャガとロベールが共に、懲役6ヶ月と、 罰金5000フランの刑罰を受け、二人はサッカー界からの2年間の追放処分を受けた。後年の疑惑 UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグにおいて、マルセイユで行われた試合で大敗したチェスカ・モスクワの現ナジコスティラーブ監督は、ジクラブの選手たちがマルセイユから賄賂を送られており、マルセイユ戦でのドリンクに異物が混入されていたと主張したが、 コスティラブ監督は後に主張を撤回している。2011年には、やはり、グループリーグで、マルセイユと対戦したレンジャーズ FC のマーク・ヘイトリーが、アウェーでのマルセイユ戦で、プレイしない見返りに、金銭援助を行うという電話を受けていたと主張した。ヘイトリーはホームでのマルセイユ戦で得点しており、マルセイユ戦の前線のクラブブルーフヘ戦で不自然な警告を受けたことで、 累積警告のために、アウェーでのマルセイユ戦には出場しなかった。スキャンダル後のマルセイユマルセイユは2シーズンをディビジョンズで過ごし、1995から96シーズン終了後にディビジョンアン昇格を果たした。11位、11位、4位と徐々に成績を上げたが、1998から99シーズンは優勝した FC ジロン団ン、ボルドーに勝ち点1差で、 タイトルに届かず、その後の数シーズンは、再び中回に低迷した。2000年代には、オリンピックリオンに7連覇を許したが、スキャンダル時にキャプテンを務めていたディデイ・デシャンが指揮を、振るった2009から10シーズンには、リオンなどを抑えて1991から92シーズン以来となる9回目のリーグ優勝を果たした。2007年4月12日には、スキャンダルも初めて、 マルセイユがスタッドナンジュルセルでバランシエンヌと対戦した。トラブルを防ぐために警察に加えて両クラブの警備員が協力して対応し、バランシエンヌのフランシス・ディークリエア会長は試合前にグラスマンが感染したいのなら歓迎するがタッピは招待できないと語った。ありがとうございます。